はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。スタイリッシュ戦国アクションゲーム戦国バサラスメラギーということでやっていきましょう。皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。この前たくさんの動画を投稿してまいりました。3年ぐらい実況してまいりましたが、病気で半年ほど実況できておりませんでした。まだちょっと調子は良くないんですが、その間もありがたいことにね、登録者の方、サポーターの方が増えておりまして、現在130名を超えるという状況になっております。ありがとうございます。年内2022年にですね、チャンネル登録者数、サポーターの方は1000名目指しておりましたが、今2023年どうなっているか分かりませんが、1000名超えたらいいなと思っております。で、1000名、超えてなければ1000名以上、1000名を、そして1000名超えていれば1000名以上ということで、皆さんのご愛顧を引き続きよろしくお願いします。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんのサポートをいただけると嬉しく思っております。Hello everyone, my name is Terion, I am a game driver. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、やっていきましょうか。じゃあ前回ですね、終了した時にですね、お伝えしてたみたいに、島左近さんでね、今回やっていきましょうね。で、ちょっとね、パソコンとの接触が悪くて、しばらくですね、実況をお休みしてたんですが、コンシューマーのゲームね、まあなんとかですね、ちょっと回復したんで、やっていこうと思います。ではやっていきましょうか。またちょっと途中で止まっちゃうかもしれないんで、そこだけちょっとね、また止まっちゃったら直していきますんで。じゃあ、始めからいきましょうか。でね、こう暑くてですね、夏に今撮ってるんで、むちゃくちゃ暑いんですよ。切った張ったの戦の時間ってね。かっけえな、島左近。本当にこんな博打士だったのか。まだ信じらんねえ。夢とかってオチじゃねえよな、これ。俺本当にここにいるんだよな。左近、何をほうけている。貴様には先陣を切れと命じたはずだ。私の采配に不服があるか。三成様、めっそもございませんです。はい、ならば行け。豊臣の栄な刹那たりとも陰らせるな。はい。やっぱ夢じゃねえ。俺はここにいる三成様の隣に。これね、三成の方がね、年下だったと思うんだけどね、こんな感じじゃないと思うよ、人間関係多分ね。三成に憎きたけだめ、乙女の怒り思い知らせてやる。さあ、乙女の怒り、これは上杉謙信だよね。まだおられぬからこそ、この雪村命に変えても守りきる。雪村が一番かっこいいと思うわ、なんだかんだでね。よし、甲斐武田恨み節。大体この辺のストーリーはですね、今までも無双やってるんでほぼクリアしてると思うんだけど、この海賊要塞百鬼富岳は行ってないかな。ほぼ行ってるから、この備前の宇城かな、これだけは多分行ってないと思うんで、それだけ行ってみましょうか。で、一応ね、武器はね、持ってるんだけど、これ鍛えちゃうとね、これ鍛えるのにですね、見ていただくと分かるんですけど、こう強化っていうのがあって、この砥石というのが必要になってくるんですよ。ね。で、これ今、レアリティとかも何もついてないし、銘って言ってですね、特殊効果があるんですけど、それも何もついてないんで、今鍛えると、まあ、損するかなって感じですかね。まあ、後でね、銘はつけれるんだけどね。まあ、攻撃力ちょっとだけ上げてもいいけどね。まあ、若干楽したいんで50ぐらいまで上げておきましょうかね。うん、さあ、島左近行きましょうか。ほい。小早川秀明の撃破。左近入ります。備前宇城かな、烏城、どっちかな、岡山県かな。どんな目が出るか。ビビってんじゃん、小早川さんよ。なんでカブトムシなんだろうね。もしかして僕の鍋を狙ってるんだね。鍋？いやだ、鍋は誰にも渡さないよ。どういうこと、そんなにいい鍋持ってんの秀明ちゃん。待ちに待った
が鍋帯なんだ、うん、君は招待していないよ。城内にくせ者、松永久秀、松永久秀のさ、あれみたいな感じかな。久秀はまあ、なんだよこれ。久秀はあれ持ってたよね、キラグモっていうさ有名な釜があってね、茶道具があってね、それを持って爆死したっていうね。信長に渡すくらいだったら死ぬっつって、うん、左近すごい、通常攻撃からのこのあれがすごいわ、あのコンボが。どっち行った？あ、めっちゃ得意ってるじゃん。けどそのコンボがね、無駄にコンボするから動きがめっちゃね、めんどくさい。パン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 で、あ、そうでもないか。うん、食べ物を粗末にするとバチだよ。よいしょ、その通り、食べ物を粗末にしてはいかん。落下しちゃったな。さあ、左近行くぞ。うわ、三角の攻撃は、あ、三角がこういう技か。よいしょ、 D コンだ、 D 丈夫だ。悟空早く来てくれ。さあ今ね、最近ちょっとね、声の出し方っていうのを研究してて、長時間実況するとさ、喉痛めちゃうんで、今の声の出し方だとね。で、若本さんっているじゃないですか、セルの声やってる人とか、うん、あの人がね、ちょっとその実況を、あ、キンゴさんつまみ食いち、何やってんだよ。つまみ食いキングを見つけ出せ。食いしん坊の小早川秀明がどこかの食料庫に隠れてつまみ食いをしていると見つけ出してお仕置きをしよう。走ったらお腹すいた。そうで、その若本さんが言ってたんだけど、若本さんがね、はしたないですね。よいしょ、僕が隠れたら突撃。まあいい武器、レア度の武器も欲しいんで、そこそこ敵は倒していった方がいいよね。お、 R1 超反来たね。何これ。R1 やってんだけどさ、何もやってくんない。あ、長範で武器攻撃が変わんのかな。え、何もないじゃん。ちょっと左近、石田三成についたるものが2つある。島左近と沢山城であるってね、うん、言われてますよね。左近はそれだけすごい人物だったんでしょう。関ヶ原っていうさ、その映画があるんだけど、その中ではですね、まあ左近、島左近を演じる、石田三成を演じる、岡田准一さんがね、島左近をね、口説き落とすシーンがあるんですけど、あのね、なんかね、一番最初の方に女の人がね、処罰とか処刑されるシーンがあって、なんかに逆らったから、その一族同等もろとも、まあ、殺しますよっていう感じだったんですよね。それ多分秀吉の時代だったからね、まあ秀吉が結構おかしくなってたんですよ、晩年ね。だからそれを見て三成が、その、まあ、制度は処罰はちょっと厳しいみたいな感じで介入していくんですよね、そこにね。で、その時にたまたまその場所に居合わせた島左近を見つけるんですよ、その岡田純一さんがね、三成がね。でそれを見て追っていって、左近に懇願するんですよね、ぜひわしに仕えてくれぬかと。うん、すごいなんかね、竹林の中でね、話してたの覚えてますね。まあ、関原も全部見切ったわけじゃないんだけど、結構ね、最初と最後の方が印象的で、真ん中結構抜けてるかな。うん、有村架純さんが出てるんですよね。うん、そのね、島、あと石田三成の思い人として出てるんだけど、どうなったかちょっと覚えてないんだよね。なんかね、音声がちっちゃくてね、なかなか聞き取りづらくて、なかなかそこら辺でね、映画がうまく見切れないっていうのがあって、一応ね、ミキサー使ってるんですけど、今ちょっと特殊な状況でね、実況してるから、イヤホンとかつけてないんですよ。だからスピーカーから出る音がそのままね、外に出た状態でプレイしてるんで、本当にね、普通に、なんていうのかな、
実況とかじゃなくて普通にゲームプレイしてるのと一緒ね。ゲーム実況って普通イヤホンつけて実況するんですけど、そのゲームの音がね中に入らないようにイヤホンつけて実況するのが普通なんですけど、このマイクねすごいね感度が悪いんで、悪いというかまあすごくそのなんていうのかな、指向性が高いんでほとんどね音拾わないんですよ、自分の真正面にある音以外はね。だからスピーカーがねマイクの後ろに裏側にあるんで ほぼそこから流してると拾わないんで、だったらまあ別にイヤホンつけなくてもいいかなって感じで、この R 値の技が全然さ使えないから嶋佐君ちょっときついかもね。でこれ三角の技がさ左右に触れていっていう感じだからちょっとやりづらいよね。サコンちゃん攻撃力がさ高い技だとしても連続してこれがコンボみたいに繋げられないからちょっとサコンは苦しいかもな。見つないでいくか。うわ三つなり三つなりめっちゃかっこいいし、で何この魚クソおいしそうじゃん。あ三つなりも三つなりも打ち上げ系使えるかな。奥が開かないんだけどさどうして、誰か倒さないといけないと思うんだけど。おやお客様ですね、私の説法の場合を、あ天界来た、割といい勝負だったんじゃね。石田君が聞き込み隊長嶋佐君いざ勝負。さあ一応分隊長とか倒せば出てくるかな次の敵ね。一応まあ佐根ちゃんに来ますか。そしたらねよいしょ、あいた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 、金吾さんいるじゃんそこに。そうか金吾ちゃん倒さなきゃダメなのか。よいしょ、よし小早川秀明を見つけてあと3回はお仕置きしよう。よーしお仕置きしてやろうぜ。そしたらね技レベルアップ技レベルアップしてもさ使いどころが使いないんだよ長範。これねどうやって使うのこれ、長範しつつ、あー長押しかこれ。あちょっとなんか今何もしなくてもやってたけど、これ勝手にこれ左右に振れ、これほら右左になるけど、これ長押ししたら攻撃するわ。長押しだね。それで長範で多分攻撃のあれが変わるんだね。あ強い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 。サコンちゃん強いじゃん。これ切るぞサコン。どっちが長でどっちが範か分かんないけどさ。銀吾ちゃんがもう一人二人ぐらいいそうだけど、あいたいたいた。よいしょ。一発でいけんじゃないかこれ。よいしょ。食べ過ぎるとつまみ食いじゃないの？金吾さんの通った後はペンペン草もなんとやる。食べ過ぎるとつまみ食いじゃないの？そりゃそうだろう。お前つまみ食いってことの意味知ってっか。勇気ある彼のために念仏を。さああと一人だけど多分真ん中にいるんじゃないかな今度はね。このさなんか大量とかさこういうのあるじゃん、これっていつからやりだしたんだろうね。多分昭和だと思うんだけど、多分明治とか大正とかってそんなことしてなかったと思うんだよね。結構さその日本のその歴史みたいな感じってさいろいろあるけどさ、でも伝統とかっていうか結構今につながるのってさ昭和だと思うんですよね。昭和の時代から受け継がれてるって感じ。だから江戸明治、あでもまあ老舗の店もあるからね、江戸時代から続く店みたいなね感じのとこもあるし。この勝負勝つの俺ってバレちゃってるけどやる？やっぱあどこにいる金吾さん。でもやっぱりその現在の形に近いのになったのってやっぱり
昭和だと思うから、ま、正直どうでもいいや。昭和がね、京武さんかなりのあれを鍵を握ってるよね、現在の現代の形にね。そろそろ行くか、企ての機を逃しかねぬ。クラトス開いた。マダオだね、あの声ね。やっと行けたね。よし、マダオっていうのはあの人ですよ。まるでダメなところでマダオっていうね。味付けは間違えないでよね。あの人でしょ、銀さんの、あなたを愛したい、銀玉のね、あなたを慈しみたい。腕細すぎだろう、大丈夫か。さあ、その心をさらけ出し、私と共に微笑み合いましょう。お前全然微笑んでねえじゃねえか。怖いよ天海さん。よいしょ、コンボだいぶ続くけど、初めてそう呼べる。うわ全然ダメージ入んない。あ、空中でもいけるぞこれ。どこがって聞かれると、うん、あれだけど私もあなたのことは好きです。いやちょっとなんか光秀に言われると怖いな。なりたい己となりなさい。うん、教えるとすればそれだけです。さて、なんとか倒しましたね。事情がありまして、うん、私はいつも一人なのです。なくてんの。まあそれはね、天界の正体がバレたら困るもんね。さてこの奥かな。とりあえず敵を倒していくとね、勲功がこれ増えていって、勲功が増えるとですね、もらえるアイテムが変わってくるので、まあ敵を倒すにはそういうメリットはありますね。うん、よいしょ。今日もつまみ食い用の鍋を作っておかないとな。さて、そこをじゃあ越えていって、何これ。そうだね。お前ちょっと今日の鍋気分は、いやいいな、美味しそうだな鍋。あれでいくよ。注文、だし香る醤油鍋、金吾風。あのね、注文通りの鍋を作り、金吾を誘えて塩味噌醤油。マジかよ、調味料のムッパン編を激化して注文通り味付けしよう。注文と違う鍋を作って小早川秀明は怒ってしまうぞ。美味しい醤油だと、うん、も飲みたくならない。よいしょ、醤油、醤油兵を倒せと。わ、このミッション結構めんどくせえな。醤油、よいしょ、オッケー。うわーやべ、ちょっと余計なやつ倒しちゃったな。おっ、後ろ見ないとこれ判断できないからね。君たちの味付けが美味しいわけん。よいしょ、サコン。さては味修行してきてね。よいしょ、醤油兵結構いっぱい走ってんな。よし、いや分隊長出てきすぎでしょちょっと。あ、これ醤油は全部あれか、背中あの茶色いやつ背負ってんのか。じゃあまあ判断しやすいね。赤とかだと他の味だけど、醤油は黒いのを持ってるから、黒いやつだけを狙えばいい。ほい、やっぱ、ね、ノベライズのゲームと比べるとね、格段にあの目が疲れるよね、 3D 系のゲームはね。うん、あの目が離せないっていうのもあるしね、なかなかね。あ、スカイリームをねまた再開するのもありかなって最近ちょっと思ってて、あの、まあ、若干そのスカイリームのさ、その寒々しい感じっていうのをもう一回体験してもいいかなと。時間を置いたらね、ちょっとまたやりたくなってくるよね。でまたね、面白いゲームがいっぱい多分ね出てるだろうから、今プレイしてるの8月なんですよ実は。でまあこれ放送してるの3月なんで、3月の時にどうなってるかちょっと分かんないですけど、ドラクエのね、あの10のオフラインとかも出てるし、
あれ、それはね、すごく興味があって、どうしようかなって悩んでるんですよ。購入してるかもしれないですし、グランツーリスモ7とかもね、プレイしてるかもしれないですし、イタストとかね、あとね、あと何があるかな。よいしょ。あとフォースポークンとかもね出てるし、まあ、それもプレイしてるかもしれないですし、奥には天海様という強い味方が。あれだから分かんないですよね、プレイ何してるか。この3月ぐらいの時にね、まあ今クリアしてればいいんだけど、それまでにさ、ゲームをね、スカイリムとかはね、スカイリムでもパート的にもう50パートぐらい多分やってたような気がするから、かなりやり込んでるのに全然クリアできてないから。あれは大変だよ本当に。あとウィッチャーね、ウィッチャーもね絶対ちょっとやりたいなと思ってるゲームの一つだから、マジでね終わんない、ガツガツやってたら終わんないね。よいしょ。イタストもね全然プレイしてないし、だからもうほんと積みゲーになってるやつが多すぎて。あとあれね、シティーズスカイラインもねまたちょっとやりたいなっていうのもあるし、沢山の野菜故郷かな。サコンちゃんこの第一戦でだいぶ時間使ってっからな。よいしょ、おいと、よいしょ。あとバルキリープロファイルね、あれもやってるかもしれないし、あ、バルキリーエリシオンね、そうそうそう、あれねすげえ面白そうだなと思ってて、北欧神話のね世界観をね体現してるやつで、でそれかもしかしたらゲーム実況じゃない、ね、コンテンツの方が増えてるかもしれないし、わかんないんですよ。もう実況するねあれがなくなってるかもしれないから、余裕がね、どうなってるかわかんないから、この3月ね、今の時期ね。サワンに近しいシマサコン、まあこんなもんでしょう。まあ本当にね、病気療養してって、もうその悪化してて何もできないという状況になってるかもしれないですし、まあ難しいよね。ああ来た、戦国大将軍。さすが三成様、陣立て采配傭兵、一部の隙もなかったぜ。天下取りっつう大舞台でも一切の気負いはなし。さてこの完璧に近い石田軍をどうやって崩したもんかね。俺だったらまず、三成、あれはなかなかに働く。拉致がいな思考と行動が少々読めぬではあるが。その程度の褒め言葉で平然と図に乗るバカだ。決して聞かれるな、業務。やっぱ俺と業務さんをどうにか分断してカッコ撃破するしか勝ち目ねえのな。ってことはだ、つまり俺が負けねえ限り石田君も絶対負けねえってこった。なるほど。さあ次の合戦場行きましょうか。右腕が業務で左腕が島左近だったよね、確かね。何やら真夏なる気配が。こっちだ。あ、マタベね、マタベみたいな人いるよね、この顔の人ね。結構いっぱいいるよ、あの顔の人。この一期一会ね、利休さん戦うとね、大体1対1になるから、まあ、利休さん2戦目やると、結構2戦目稼げるから、時間ね、短くできるから、まあ、利休さんやっちゃいましょうかね、次はね。で、レア武器手に入ったから、それでまあ、300まで上げて、で、まあ、ラストまで突っ走っていこうかな。いいお手前じゃねえか。砥石を使いすぎるとね、他のキャラクターに影響しちゃうから。吾妻山っていうのかな、これね。
結構ね、全国各地にね同じ地名って結構あるんですよね。だから縁起がいいっていう風に思われてたのか、あの分からないんだけど、吾妻京とかもね、だってそうでしょ。だから結構その全国各地で同じ地名があるっていうのはね、結構面白いですよね。で、人はさ、何かにさ名前を付けないとさ気が済まないっていう、これもまた面白いですよね。そしたらいちごちえ行こっか。名前付けないと安心しないんでしょうね、人ってね、何でもね。さあ、名2の武器があるからこれを持っていきましょうか。あ、山吹これ強そうだね。名2だしね。宝刀と変か。変はね微妙なんですよ。名が変わっちゃうから。強化印籠か。早起きは、あ、亀裂状態か。見切り成功時体力回復。陸道リンね。一定確率で属性攻撃が発生するようになる。ああ、いいね。まだね、これ全然マスターしてないから、回をつけた武器のレアリティパラメータを全て最大まで成長させると、強化領域突破が起こり、さらに強化が可能となる。突破後はレアリティが上昇しても装備可能な命の数は増加しない。あ、なるほど。他の命での和書きやこの命同士の複数装着が不可。こういうのも全然まだ取ってないし、達人、武器としてはでも、まあ、これをメインにしていきましょうか。かっこいいからね、これね。これを装備しつつ、こっちを強化していこうかな。レアリティ2だから600まで多分強化できるんで。で、これを、まあ、戦いで100個ぐらいは手に入ってるから、まあ、でも攻撃だけでも300まで上げとこうかな。300あれば少なくとも、まあ、後半まではいけるんで。まあ、体力よりも防御かな。防御、まあ100ぐらいまで、99、100ぐらいまで上げとくか。あー、結構持ってかれたな。合成で、変がつくとね、めんどくさいからね、陸道ちょっとつけたいんだけどな。じゃあ陸道、変いらないんだよな。陸道どういった効果だったっけ。あー、属性だったね。そのままついてくれればいいんだけど、これが変化しちゃうと困るんだよな。あ、大丈夫か。変の上にね、上乗せすると変わっちゃうんだよね。だから稽古が経験値が入るんだったっけ。弾き返しか。だから稽古のところにちょっと変をつけて、こいつを装備中のやつでしょ。だからこれで、じゃあこの早起き稽古を変化させるか。まあ、お金はね大量に余ってるから。あ、経験になった、やったこれはありがたい。よし、じゃあ今回はね、じゃあ利休倒したら終わりにしよっか。大体まあ30分から40分ぐらいはベースにやっていこうと一応思ってますから、1回あたりはね。あんま長すぎるのも私の体力的にも尽きてくるし。あなたがいる僕の中に。キハハハ、残念。俺の席なんだよここは。昔からな。昔のさ日本人ってさ、多分こんな感じで着物でさ、めちゃくちゃその暑さに対する対策ってかなりできてたろうね。夏はね、冬場もさ着込めばさ全然いけたと思うし。よし、あ、強いな。あ、悪いけどリキュウさん、これも任務。まあ、こう距離かなり近づかないとこれダメな長範ですね。ダメです。だいぶ近づかないと当たらない、そもそも。あー、厳しいな。三角の攻撃もなかなか当たらないし、まあ、通常攻撃で連続して当てていくのが左近はベストかな。当てつつどっかで R1 をかます。3、4回ぐらい当てたらどっかでねすげえ削れる時があるから、コンボの。よいしょ、 OK。 選んでください。次こそは俺とワビスケ、どっちのチャカオナ。俺とワビスケ、どっちのチャカオナ。さあ
声優さんには程遠いな。なかなかたどり着けないけど、なんかでも欲しいよね、自分にも武器がね。はい、出ました、ピンゾロのチョーっと。こいつの出目も最高。幸先いいんじゃね。次も勝ったも同然っしょ。あと龍が如くもやりたいんですよね。主の振る際にかような霊力があるとは思えぬが。厳しいな。結構当たるんすよ俺の際。大谷教部おかげで博打は連戦連勝負けなし。昨日の夜も。はい、わかった。では三成にそう告げてやろう。戦の勝ち負け左近目の際の出目にて決したとな。そうそう、三成様に俺のおかげでって。それ俺殺されちゃいません？やっぱ無理っす。業務さん、さっきのなしっす。いや、戦には勝ちますけど他はもろもろなしっす。さあ次の合戦場動きだけ見て今回終了にしましょうかね。適正力に動きあり。第2戦目終了。勃発日本の穴道浄水戦。ここ飛ばしたいな。何やら槍の的だ。儚し果実、これもね、前もずっと見てきてるやつだから。何？要塞崩しを画策。これドラマルート臭いな。これも見てるやつだから、この辺はね、あの今までのやつをね、見ていただくといいかなと思います。赤とかは多分みんな同じルートなんで、青の、あれ？じゃあ次ちょっと儚しい果実に行きましょうかね。多分あとはほとんど同じルートだし、これもやってるから、まあ、次回は儚しい果実で調整していきましょうか。ということで、ご視聴誠にありがとうございます。引き続きですね、プレイしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録、高評価、サポート等をしていただき、ぜひぜひ次の動画を楽しみにお待ちになってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、またねー。バイバイ。